コンセプトで可愛いアクセサリーがいっぱいのリケムさんとコラボさせていただきました。嬉しい。リケムさんとても本当に私も大好きなブランドさんだったので今回本当に大光栄でございます。本当にリケムさんとのいろいろお話し合いがさせていただいて私も大満足のアクセサリー作ってしまいました。今回もとても可愛いです。まず私が今この着用しているこちらのアイテムが、こちらの商品の名前はランタナイヤリングでございます。わーい。これはですね、まあランタナムといえばランタナっていうお花がコンセプトっていうか、まあコンセプトのブランドなんですけど、今回はそのランタナをイメージしたお花の形のイヤリングを作りました。こちらのこだわりポイントはですね、あんまりこの痛くなりにくいクリップ式のパチンって挟む式のここ、あとしかもこのなんか私の耳の形状の問題なんですけど、私なんか耳がこうやってキュッてなってまして、ここのね後ろが見えちゃう人なんですよ。だからこのクルクルっていうネジ式じゃなくてクリップ式がいいなと思って、今回はちょっとクリップ式で作らせていただきました。わいわいわい。はい、クリップ式の金具を使用していまして、ランタナっていうのは結構七変化という飴を持つお花で、どんな瞬間もその魅力を咲かせますようにという思いを込めております。ふん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 めっちゃ普通に読んでたはい、このお花の形がですね、伝わるのかな、これね、なんか実は中にパールが入っていまして、このパールが雫型になってるんですよね。雫型のパールを使っていて、結構お花なんですけど大人っぽい見た目にしたくて、結構ねこれこだわって作りました。長さもこの長さ、左右の長さもいろんなバージョンを試して、ちょっと短くしたり長くしたりいろんなタイプを試したんですけど、私的にこの最高のバランスになった長さかなと思います今本当にたくさんこだわって作りました。この使用されている素材も、なんていうんですかね、なんかね、本当にこのね素材もすごいめっちゃ悩んだんですよね。いろいろ悩んで、このお上品やけどなんかその大人っぽさも欲しいしっていう、この絶妙なラインを出せる素材を選んで作っております。今回この2種類アクセサリーは出させていただくんですけど、今回のこのこっち側は結構華やか系かなと思いますね。なんか発表させていただいた時に、そうですね、なんか発表させていただいた時にどういうシチュエーションで使うのがいいですかっていう方もいらっしゃったんですけど、これはですね結構なんか上品系カジュアルではないかなって感じがしますね、私的には。でもカジュアルスタイルにそれをなんかバージョンアップさせたくてつけるのもありなのかなと思います。結構女性らしさが出せるアイテムでございます、こちらがちなみにこれカラーが2色ありまして、今私が着用しているのがゴールドで、もう一つがこちらシルバーもあります。シルバーもまたなんかね雰囲気が変わりまして、全然なんかもう本当私2色持っててもいいなってぐらい本当に印象が変わるなと思いますね。こっちもつけてみますか、シルバーも。値段はいくらですかっていうご質問してるんですけど、税込みで4950円になります。
ございます。よいしょ。あ、なんか全然今こちら右側、私から見て右側がシルバーで左側にゴールドを着用しました。どうですかね、なんか全然ちょっと印象が変わるかなって思うんですけど、本当にその日のなんか気分だったりお洋服のカラーで全然なんかどっちも本当あっていいなって私は思えるアイテムかなと思います。ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、そして次2つ目のコラボアクセサリーアイテムをご紹介させていただきたいと思います。イエ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 イ。ニコトモ、じゃあこっちはちょっと先にシルバーさせてみましょう。クリスマスプレゼントにいいねってコメントが来てます。ああ、確かにとてもいいですね。本当になんかクリスマス、今回ホリデーコレクションなので、なんか本当クリスマスっぽいっていうのを結構意識させていただいて、なんか私の中でやっぱクリスマスって白とか、キラキラとか雪とかのイメージなので、なんかパールがいいなと思って今回2つともパール使わせていただいたんですよね。はい、今私が着用しましたこちらのアイテムは、こちらはパールブルームイヤリングでございます。このアイテムはですね、もともとリケムさんで大人気のブルームシリーズをランティナムバージョンにしたパールブルームイヤリングになります。わーい。こちらの方が結構繊細と言いますか、さっきが結構ボリューミーな華やかさが出せるアイテムだったんですけど、こっちの方がなんかちょっとより少女らしい感じのアイテムになっております。こだわりましたよね。そうですね、こっち、そうですね、細さにもこだわったし、なんですかね、このやっぱパールの繊細さとかも欲しいけど、やっぱ私結構なんかアクセサリーは大きめが好きなタイプなので、結構このバランス、なんか派手すぎないけどちゃんと存在感があるアイテムがいいなっていう、このなんかバランス感を結構考えて作りました。私が今着用してるのはシルバーでございます。シルバーとこちらもゴールドがあるんですけど、ここにシルコショウ、揺れるのが可愛いですよね。あ、そうですね、アクセサリー揺れてるのすごい好き。よいしょ。今私がこちら左側にゴールドを着用して、こっちがシルバーなんですけど、これもまたなんか印象が違うのかなと思うんですよね。スクショタイム。やだ、スクショしないで。恥ずかしい。シルバー可愛くて落ち着いてるのがいいな。でもそうですね、なんかこちらの方がやっぱりちょっと日常使いはしやすいのかなって思います。私的にはなんかもしデイリー使いしたいならこちらのパールブルームアイテムの方がおすすめなのかなと思います。でも本当になんかここぞっていう日、それこそデートの日とか、特別な日にはさっきのランタナイヤリングがおすすめなのかなって思います。まる。さあ、続きましてアクセサリーのご紹介も終わったので、次はワンピースの紹介にしたいと思います。わーい。今回この今着用しています、私が着用していますホリデーコレクションワンピース1着だけなんですけど、こちらがウィンターフラワードレスになります。こちらのカラーはココアです。フォアちゃんから、つるりん、
こちらのやっぱ一番の注目ポイントはオリジナルのこの柄ですね。今回やっぱクリスマスシーズンなので、なんていうんですかね、繊細だけど華やかなちょっと女性らしさを込めた柄にしたいなと思って、すごい本当にいっぱいたくさん悩んで、このカラー、この柄のカラーの一本一本の線のバランスとかも結構ね、何回も何回も変えて作った繊細な、とてもお気に入りの柄になりました。お花柄です。これさっき色すごい迷いましたよね。すごい悩みましたよね。いろんな組み合わせ考えて、本当に何回も何回も試して、ちょっとここの線を濃くしようかとか、そういう微妙なバランスを何回もさせていただきました。こちらはですね、このココアともう一色このブラックの2色展開になります。そしてサイズが S と M の2サイズ展開で、今私は、まあ、ちょっと身長が高めなので M サイズを着用しております。あとこれ結構形も本当にこだわりまして、まあなんていうんですかね、ボリュームあるワンピースがいいなと思ったんですけど、やっぱりシルエットは大事なので、ここ、この体のラインが綺麗に見えるようなスタイルで、あとこの下にフレアをの重さを下げることによって、バランス、全体のバランスがよく見えるようなデザインにしました。イエーイ。そしてとても大好きなこのリボン、リボンのこのね、太さも絶妙なんですよ。このリボンは取り外し可能なので、まあ、この前リボンがとてもおすすめなんですけど、後ろにもくくれるし、あと腰で巻くのも可愛いねって、撮影の時は腰で巻いたスタイルもやったりとか、したようなしてないようなって感じです。でもね、これが結構素材、皆さん気になってる方が多かったんですけど、あんまりシワになりづらいポリエステル 100% の素材を使用しているので、結構ちょっと薄手というか、冬にこれ1枚できるのはちょっと寒いかなぐらいの素材ですね。なので中に、でも結構このそんなにシルエットがキュッてなってないので、インナーたくさん着用できますし、だから中にたくさん着込むのもいいし、でも結構おすすめはこの上にカーディガンを羽織ったりとか、あともうニットを上から着ちゃうとか、上にも重ね着できるかなと思います。上にも中にもどっちにも着れるよっていうアイテムでございます。ハート。さゆりちゃん、ココアとブラックどっちがおすすめですか？でも私はやっぱり、皆さんなんかブラックの方が着やすいのかなと思ってブラックも作ったんですけど、やっぱこのココアの色が気に入りすぎていまして、なんていうんですかね、この茶色、ブラウンの中にピンクがちょっと隠れてるんですよ。ピンクが隠れていて、もう一個はちょっとベージュっぽい淡い色で、本当にこの色の組み合わせが可愛すぎて私はとってもお気に入りなので、私は結構ちょっとここはおすすめですっていう気持ちです。でもこのブラックの方はですね、見ていただくと下地のブラックもそんなになんかもう真っ黒みたいなブラックにはしなくて、この線のところが、ちょっとなんだろう、これはイエローかな、イエローとなんかね、ちょっとねブルーっぽいホワイトですね。個人的な意見でございます。本当にこのブラックのこの色の割合もとてもとても悩みました。何回も何回も調整してやったので、どっちもおすすめなんですけど、私はやっぱこのココアの色がお気に入りすぎますっていう気持ちです。いい。おすすめのアウタースタイリングはっていう、あの事前に質問いただいてたんですけど、ちょっとアウター羽織ってみますか。はい、じゃあ今回ココア着用してるので、ちょっと
色変えてブラック羽織ってみたいと思います。えいや、皆さん結構このアウターも皆さんの元に届いた報告がたくさんあって、よいしょ、ブラック着用するとこんな感じです。じゃーん、うんうん、ぴったり、うん、いいですね。ブラックのコートは本当に何か何色のワンピースでも合うからすごい。はい、ブラックはこんな感じ。ココアにブラウンアウターも羽織ってみてほしいですと来てます。ぜひぜひ、どこでしょう。よいしょ。でもなんか同系色も可愛いな。これも可愛い。どうですか？同じ統一カラー。統一カラーもすごい素敵だなと思いますね。なんか私今足元のブーツも本当に同系色、ちょっと明るめのベージュなんですけど同系色なんで。これもこれでなんかとてもいい。とても可愛いですね。ね、ワントーンコーデもおすすめのアイテムでございます。わーい、じゃあ質問とかに答えていきますか。はい、ぜひ皆さん質問何かありましたら募集しております。今じーかわいいです、かわいいですって言っぱい154センチなんですけど S サイズで大丈夫ですか。あと、お、大丈夫だと思います。150センチのスタッフが S サイズ着用でちょうど良かったので、160センチの方はちょっと体型によって S か M か選んでいただければなと思うんですけど、160センチ後半以降の方は M サイズが良いかなと思います。ちなみにいつも私結構お洋服買うとき S サイズが多いんですけど、今回このワンピースは M サイズの方が私は合ってるかなと思って M サイズを着用しております。じゃん。私が今着用してるのは M サイズです。なんていうんですかね、ここもこのウエスト周りとかも結構緩さがあるのでそんなに ぴったり感はないというか、はい、でも結構ここはキュッと絞ったのでスタイルがよく見えるラインになっております。身長何センチですかと来てます。私165センチです。お、ウェディングドレスに合わせるならどのイヤリングがいいですか。あ、なんか結構本当に結婚式で、ね、来ました、インスタグラムの方にも。ですよね、なんか結婚式とかで着用したいって言ってくださってる方が多いんですけど、私はやっぱそういう特別な日って華やかな方がいいなと思うので、あとはなんかドレスの色にもよるんですけど、こっちの私はランタナイヤリングの方がおすすめかなと思います。華やかさが本当に出るし、なんかこの顔周りに大きいアイテムをつけると顔がキュッてちっちゃく見えるので、なんかまとめ髪してこのなんか大きめのイヤリング揺らすのすごいなんか私は可愛いなと思うので、私はこのランタのイヤリングおすすめかなと思います。でもやっぱなんか髪型にもよりますよね。髪型に結構ボリュームつけたいとか、髪の毛をなんか例えばダウンスタイルにしたい方とかは私はこっちのパールブルームイヤリングもありなのかなと思いますね。本当に髪型によるかも。アップスタイルするんやったらランタナイヤリングの方がおすすめですし、もしダウンスタイルにするんやったらパールブルームイヤリングかなと。もし結婚式やったらね、ちょっと日常はまた変わってくるんですけど。
と思います。丸。もうすぐ発売ですね。あと5分だ、できてます。お、あと5分だ。じゃあちょっと改めて先ほどの情報を改めてご紹介させていただきたいなと思います。はい、あと5分で販売が開始するんですけど、この後の販売から12月25日のクリスマスまでの期間中、ご紹介するこちらのホリデーコレクションワンピースとアクセサリー2つのうちの何か1点以上ご購入いただくと、こちらのポストカード、こちらは本当に表裏ついてるので実質もう6枚ぐらいなんですけど、これの表裏両面印刷の3枚を1セットで、これが実は2種類ありまして、このブラックのワンピース着てるタイプと、このココアのワンピース着てるタイプの2種類のどちらかが3枚セットで皆さんのもとにランダムに届きます。私からのメッセージ付きなので皆さんお楽しみに。そしてもう一つが、今日この後の販売開始から12月11日までの3日間限定で1万5000円以上ご購入の方、送料が無料になります。わー、今だけのお得なキャンペーンなので、ぜひ皆さん悩まれてる方、この機会にチェックしてみてください。おおおお、すごい、なんかお知らせがとても上手に言えた気がします。はい、最後にランティナの公式インスタグラムのみでブラックの着替えをお願いできればなと思います。はい、ブラック、そしたらどうしよう、こっち、あ、確かに、ちょっと一旦私のアカウントさんの方はちょっとバイバイして、えい、ピッ。